ウクライナ軍クルスク侵攻に2個空挺旅団を増派。損害被るも勢い衰えずウクライナによるロシア西部クルスク州への侵攻が8日目を迎える中ウクライナ軍のさらに2個旅団の部隊がこの越境攻撃に参加した空中強襲軍、空挺軍の第82独立空中強襲旅団と第95独立空中強襲旅団だ。 第95旅団の部隊の参加は、クルスク州の戦闘地域に向かう途中の写真で明らかになった。第82旅団の部隊の参加は、悲劇的なことなが、旅団員がロシア側の待ち伏せ攻撃で死亡したことが確認されて判明した。空挺軍部隊の増援により、ウクライナ軍のクルスク侵攻部隊は、6個旅団の一部が全てと、2個独立大隊、 支援するドローン部隊や砲兵部隊、偵察部隊、特殊部隊という構成になったようだ。総勢1万5千人近くかもしれない。ウクライナ軍は兵力を増強したことで、ロシア側も増援部隊を送り込んでいる中でも、進攻を長引かせていくことができるかもしれない。とはいえ、留意すべきなのは、ウクライナ軍の指揮官たちがクルスク州の ざ1000平方キロの支配地域に送り込んでいる旅団や大隊の多くはロシアがウクライナで拡大して2年半近く経つ戦争の前線の他の方面から移してきた兵力だということだそれには現在戦闘が最も激しい方面も含まれるウクライナ軍の指揮官たちがポクロウシクやトレツクチャシウヤールといった東部方面の防御を薄くしてでも クルスク方面の攻撃を強化しているのは彼らの優先順位とリスクを取る姿勢を物語っている米シンクタンク外交政策研究所のアナリストであるロブリーはウクライナ軍がポクロウシクやトレツクシャシューヤールといった前線の最も厳しい部分から部隊を引っ張ってきたことからするとウクライナがクルスク方面作戦で追求している目的が 限定的なななものでないのでいいはかなり明確だと解説しているウクライナ側の目的が何なのかはまだ分からないところがあるだがウクライナ当局がすでにクルスク州の占領地域を管轄する行政府機関の設置について話していることも踏まえると同州で長期的にプレゼンスを保つことが目的の一つなのは明らかだただしそれは ウクライナ軍が占領地域を保持できればの話だ。ウクライナ側は戦闘機1機とパイロットも失ったロシア軍は自動車化狙撃部隊や空挺部隊海軍歩兵部隊など少なくとも9個の連隊旅団の部隊で応戦している総兵力はウクライナ軍の侵攻部隊と同規模かそれ以上かもしれない注意すべきはロシア軍はクルスク州方面の 防衛の強化を図りながら、ウクライナ東部での攻勢も緩めていないなことだ。ウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS の14日の作戦状況評価によればロシア軍はポクロウシク、トレツクチャシウヤール各方面で同日も攻撃を行っているクルスク州の最前線の戦闘は両軍の部隊が至近距離でまみえ 混沌としたものになっているようだウォールストリート・ジャーナル紙のヤロスラフ・トロフィモフ記者は前線は流動的で森林の多い農村部をウクライナ軍とロシア軍の小規模な部隊が徘徊していると伝えている双方とも損害は拡大しているウクライナ側は漏狽したロシア人数十人を捕虜にしたロシア側はウクライナ軍の数個の強襲グループを待ち伏せ攻撃し 数十人に上るとも見られるウクライナ兵らを殺害した空中ではロシア側はヘリコプター数機とスホーイ戦闘爆撃機1機を失ったと伝えられるウクライナ側はミグ戦闘機1機とそのパイロットを失ったが場所は不明だクルスク侵攻が2週目に入る中双方とも増援部隊を送り込みウクライナ側は他の方面への影響も 計算に入れた上でリスクを取ってもいる。その結果、状況はぎりぎりのところで均衡しているウクライナ軍の侵攻部隊は損害を被りながらも今のところまだ勢いを保っているのかもしれない CDS はクルスク方面のロシア軍司令部は追加の部隊やアセット予備からなる第2陣を急破せざるを得ないだろうと予想しているウクライナ側の狙いは ロシアののの戦力分散ななははは間違いないですす。が、目的はやはり4州の奪還に見えますクルスクを突出した地域として見れば防衛は確かに苦しいですがゲリラ拠点として見れば全方位に攻撃ができ多くの敵兵力をとどめることができそうです問題は4州から敵兵力を引き剥がした後、どう攻めるかですが ウクライナ正面は強力な防衛陣地が形成されているためロシア国内側を迂回する形で背後からの攻撃もある気がしますこの場合、火砲による重火力支援は難しいですが航空機による支援は比較的容易に行える気がします個人的にはクリミアの方が平坦的なリスクは少なく本命と思っていましたが 本土攻撃による沿線気分の増大も含めると、リスクは高いですが興味深い戦略です。ロシア国民に対してもすでに相当の情報戦も仕掛けているのではないでしょうか。ウクライナ軍越境攻撃で1千平方キロメートルのロシア領土制圧と主張。ウクライナ軍はロシア国内への越境攻撃で、およそ1千平方キロメートルの ロシア領土を制圧したと主張しロシアのクルスク州では激しい攻防が続いていると見られるこれは東京23区の面積の1.5倍余りにあたり2022年2月にロシアの軍事侵攻が始まって以降最大規模の越境攻撃となる攻撃から1週間ウクライナ越境攻撃の現状飯田 8月6日から始まったウクライナ軍の越境攻撃、現状はどうなっていますか黒い、最初は情報が錯綜して、ウクライナ側の規模がわからなかったのですが、すでに奥の方まで進行していて、大掛かりだということがわかります。イーダ、ルシアは反撃をしているのですか黒い、反撃はかなりしています。ドローンを使ったり、爆弾を数十キロメートル飛ばす、 滑空爆弾というものを多用しています。どちらかというと、ウクライナは地上部隊を使って進攻をしているので、それを空から叩くという反撃の仕方をしています。陸上の部隊についても、最初の頃は徴兵された兵士が多かったのですが、その辺りもどんどん補強をしています。同番組に出演した政策アナリストの石川和夫は、戦争が長引いた要因と、 原子力発電所をめぐる今後の戦況について言及した圧勝すると思われたロシア戦争が長引く一番の要因とは石川戦争が始まって3年目に入りました当初はロシア側が強大な軍事力で圧勝するのではないかと思われていましたがここまで来るとほとんど泥沼化しているようにも見えますかつて旧ソ連が アフガンに侵攻した時の状況を私は思い出してしまうのですが黒井さんの目から見たここまで長引いてしまった根本的な要因を教えてください黒井、最初は数日でウクライナが降参するだろうという目論みだったのでロシア側としては軽く見ていたというのが大きいと思いますただここまでウクライナが持ちこたえている一番大きな要因は やはり西側の支援、軍事支援です。情報面でもいろいろな情報をアメリカがウクライナ側に教えています。また、今回のウクライナの越境攻撃も含めて今は電子戦が非常に重要です。ドローンを使ったり、ドローンを電子妨害したりといった電子戦がウクライナ側はロシア側を上回っているのだと思います。ウクライナの原子力発電所は 戦争の切り札に使われるのか石川ウクライナはザボリージャやチェルノブイリなど原子力発電所が多いですそこへの攻撃をするのかしないのかさまざまな情報が出ていますが原子力発電所は一度事故が起きると過酷な事故が起き広範な影響が出ますウクライナ軍やロシア軍が原子力発電所に致命的な損傷を与えていないのは どこかでそういった理性が働いているからと考えていいのでしょうか。黒い、原子力を暴走させると広範な汚染が起きますので、起こした方に大義が立たないという面を一番警戒しているのだと思います。